皆さんこんにちは。大人バレエアカデミーバレエトレーニングディレクターの猪木英二です。さあ本日のバレエに役立つテーマはバランスの振ってバランスの練習を散々しているのにピルエットとかが全く上達しないのはなぜなのというお話です。この YouTube の世界でもですね、巷ではピルエットのコツなんていうものを、紹介される動画というのが腐るほど、出回っておりますけれども、今日お話しすることについて、話している、方を私は一人も見たことがないのでですね、もし、回転ピルエットとかでお悩みの方はですね、ちょっと、お話を聞いていただければなと思います。本題に入る前にお話をさせてください。私、運営しております大人バレエアカデミーというですね、大人のための大人の上達をしたいという気持ちに応えるために作った、バレエスタジオが、ございまして、こちらがですね、西新宿、銀座、池袋、芝公園、横浜、金賞というところで、運営をしております。大人でも上達がしたいというところでですね、バレエスタジオをお探しの方、基礎をちゃんとやろうぜというコンセプトの、スタジオになっております。興味のある方はですね、ぜひ、検索、下の概要欄の方から、見てみてください。はい、ということで、本題に入りたいと思います。バランスをこうパセバランスとかなんかよくありますね。トーンでパドブレでパセみたいなことをやって、皆さん経験ありません？なんかこうパセバランスとかやった時に、あれ今日すげえバランス取れるみたいな日があって、あこんなにバランス取れるんだったらさぞ今日のピルエットはうまくいくだろうと期待に胸を膨らませて回ってみたら全然回れねえみたいな、こと経験ないですかね。なんでって逆になんか今日そんなになんかバランスのなんかあんまりうまくいかねえなって思ってても、なんかとりあえずじゃあピルエットやってみたらとか言ったらなんか、その時はなぜか回れたりするみたいなことってないですかね。なんでこれが起こるのかというふうなちょっとお話を今日はさせていただきたいと思います。まず、皆さん考えてほしいのはですね、ルルベの方向性なんですよ。皆さん多くの大人の人というかピレットできない人とかって、ルルベってなんか上がるとかそういう意味合いじゃないですか。なんか上に行くとか思ってませんかね、ルルベを。いや上に行くんですよ、上に行くんですけど、本当に上に行くというイメージで正しいのでしょうかというところをですね、意外とみんな考えてなかったりするんですよ。というのも人間の足ってこうなってるじゃないですか。こうってフレックスの状態で立ってるわけじゃないですか。でその状態からフルポイントにこうね上がっていくわけですよ。ということはこういうふうに立っているこの状態からこう上がっていくわけじゃない。でこれがなんかバネみたいにこう縮んでグインと上がるんだったら真上にこう上がることになるわけなんですけど、これがこの状態でこう上がるっていうことは方向が上じゃないんですよ。上なんですけど、上に伴ってエスカレーターが上がるようにこういう方向性で上がっていくような、ルルベになるわけなんですね。ということはこういうふうに上がっていかなきゃいけないと、この足のこの裏の、まあ、とりあえず真ん中に乗ってるとしましょう。アテールで、足の面積の真ん中に乗っていて、でそれが、親指とか中指のあたりの3本指の方ですね、に体重が流れていってルルベになっていくんだから、ちょっと前に行くんですよ、ちょっと前に。これが1番とかになったら、1番からこう片足でこうね立つみたいな感じになるんだったら、ちょっと横に行くわけですよ。横にしながら上、横に行きながら、そのつま先が向いてる方向に向かって、そのルルベの方向というのは上だけではなくつま先が向いてる方向性に、必ず移動が起こると
いうことがまず大きな第一のポイントです。で特に、これをですねターンアウトが、浅いというかですね、こう180度開けないみたいな、人ほど顕著にこの、上だけじゃない斜めの方向への移動というのが、顕著に出ます。その意味もまた後で、説明させていただきたいと思うんですけど、まずルルベの方向が本当はまっすぐじゃないっていうところを、まず押さえておいてください。これが本当にまっすぐに上がろうとしたら、ここに体重が乗せたままここに上がろうとするので、こうルルベした瞬間にかかるとドスンとこう落ちちゃったりするような人は、その移動がうまくいってないんですよ。本当に上に上がろうとしてて、つま先に乗らずに、あのかかとの方にちょっと体重が残ってるから、こうあーっつって落ちちゃうと。でルルベはこういうふうにちょっと上じゃない方向性に、上がるっていう、これがルルベの前提ですねっていう前提があって、でそこから、ピルエットの、話にちょっと入っていくんですけれども、例えば、トンベパドブレみたいなパドブレして、4番になって、パスみたいなことをしたときに、仮にこれがこういう感じの4番ポジションでこうしてこうパスっていう風になったら、当然つま先が向いている方向に人間はルルベをするわけですよね。これは絶対です。もうつま先が向いている方向にしかルルベはできないんで、これを外したらもう終わりだと。なのでこっち方向にルルベをこうするわけじゃないですか。その時に、ルルベをしている方向性は、まあ、横になると、横に行きながら上に行くっていう方向性になるわけですよね。でこれがうまくいっているのに、じゃあ回転がなぜうまくいかないかというと、実際に皆さんこうピルエットで4番から並ぶんですけど、ピルエットこう回転をした時に立つ位置って真横じゃなくないですか。こう勢いをつけてこうして横に立たなくないですか。ここからこう回っていって、自分の体がちょっと回っていってこの辺で立つとか、つまり4番でこう立ってこう回転のエネルギーをこうしながらこう実際に立つところは意外 と、 横じゃないんですよ。大体多くの人間が、ほぼ正面ぐらいに足がこう、足も一緒に軸足がこう回ってきたところでこう立ったりするわけなんですよ。ということはですよ、もちろん人によってあの程度はありますけど、ということはパドブレして4番作ってパセをするっていう時の体重移動の方向のイメージを無意識のうちに横っていう風に最初に練習してしまって、でその状態からピルエットをすると、本当はつま先が回りながら立つ瞬間、つま先が実はもうこっち向いてるから、こっち方向に上がりながら立たなきゃいけないのに、さっき横にこうバランスを取るみたいな練習をしちゃったから、こっちに行かなきゃいけないのにイメージだけこっちに行くイメージが残ってて、それしながら立つから後ろに倒れるとかが起こるんですよ。だからみんなあの回るっていうことばっかりに意識をとらわれすぎてて、その立つ瞬間に自分のつま先がどこを向いていて、自分がどのような方向にルルベをしないといけないのかという、練習をほぼほぼしてないんですよね。なんかこうパスみたいな、まあ、とりあえずなんか立って、でこれで立ったら回れるみたいな。確かに大事なんですよ。あのパスしてこうバランスを取れるっていう能力は大事なんですけど、回転をするっていうところとバランスをただまっすぐ立つっていうところに大きな隔たりがあって、こことこのバランスと回転をするっていうところに必要なピースをまるで練習してないんですよ。そのピースの、非常に大事な一つというのが、回転しながらルルベをするということです。回転しながらルルベをするっていうことは、自分のつま先の位置が常に変わりながらルルベをするっていう風になるので、
自分が実際にピルエットで立つ瞬間にどこにつま先がこの私は向いているんだろうっていうところをある程度認識した上で、私の場合だったらこうやって4番にこう立って、でピルエットをするときに、立つ方向性がだいたいこの真正面ぐらいにつま先が来るので、つま先最初こっちに向いてるんですけど、私回る瞬間にはこっち側に持っていくように立つんですよ。そうすると私の場合はすごくうまくいきますね。なぜならこうした時に自分のつま先がこっち向いてて、で立つところもこっちに向かっているので、ポイントは未来の自分のルルベの方向をきちんと認識した上で、そこに狙いながらルルベをするっていう練習、ここが圧倒的にですね、皆さん足りてないで、腕を振るとか、しっかり4番をなんか綺麗に作るとかですね、いや大事なんですけど、なんか根本的になんかコツコツコツみたいなところに行き過ぎてて、根本的に自分が回転しながらルルベをするっていうところをめちゃくちゃ見落としちゃっているんですよ。なので、私がおすすめしてるのが、タンジュのアントゥールなんていう、練習ですね。3番とか5番でこう立って、で、上半身で少し回転を作ってから8分の1回転をしながら単流する戻す8分の1回転をしながら単流するみたいな感じで、8分の1回転少しするってことは、そのつま先がこうずれるわけですよ。そのずれる方向に向かってこうなってるのが、これだけずれる、この最初ここで立ってるのに今度ここで立つっていうところを狙って少し回転をしながらルルベをすると、そういう練習をして、未来に自分がどういう方向にルルベをするのかっていうのを理解した上で、それを、回転とルルベにつなげていくと、ピルエットは、改善していきますと。これ実際いろんな生徒さんにやってみてですね、実際改善しているので、ここでお話ししているわけなんですけど、ここの、未来の自分のつま先の方向性をきちんと捉えてルルベをするという理解があるならば、飛んでパドブレして、ただバランスをこっち方向にするっていう、練習も、意味が出てくるわけですよ。自分がここに向いている、そこに向かってルルベをするっていうことで、きちんとそれが分けられていれば、達成バランスして回転っていう風にしても、このバランスはこの方向、この回転するときはこの方向っていうところの住み分けができるので、変に悪影響もなくですね、練習、していけると思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。多くの、ピルエットをできない方々がですね、ここのルルベの方向性ということをほぼほぼ考えずに、ピルエットの練習とかをした結果、なんかうまくいくかもわからないピルエットをですね、サイコロを振るようにして、なんか6が出たらうまく回れるみたいな感じで、なんか今日いっぱい6が出るなみたいな、なんかすっごいギャンブルみたいなことしてるんですよ。練習をするんだったら、自分が何を狙って何を持ってこの練習をしているのかっていうのを考えて、で自分がこうつま先にこう乗るっていう方向性、乗るっていうのは完璧にできた上で、何かが足りないのか、それができないからうまくいかないのかっていうところをきちんと考えながら、練習をしないと、やっぱりあんまり効果は、出てこないんじゃないかなっていうふうに思います。ついね、回転の練習って楽しい感じになるので、みんなバン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 ピルエットの練習ばっかりしてるんですけど、そういうことをしないから、こういう方向性とか考えるって、なんでっていうことをちゃんと分析せずに練習をするからですね、変なところでドツボでハマって、私回るの苦手なんですみたいな感じになっていくので、まずここの、まずはルルベの方向性っていうのを、今ちょっとピルエットに悩んでいる方は、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうかということで、はい、こんな感じでですね、バレエに役立つ情報なども発信していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆様の応援で、このチャンネルも成り立っておりますので、よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。
はい、ということで、皆さん幸せなハッピーバレーライフを。